ハゲタカのエジキはドイツのカードゲーム。1988年にラベンスバーガー社から発売された。日本ではつくだプレーシングス社から発売され、現在はメビウスゲームズ社が販売している。作者はアレックス・ランドルフ。プレイ人数は2から6人。1988年、ドイツ年間ゲーム大賞にノミネートされた。非常にシンプルなルールながら、 同じ数字を出さないように、あるいは得点がマイナスの場合同じ数字を出して別の人に押し付けるようにお互いの心理を読み合う部分にゲーム性がある。プレイヤーはそれぞれ15から1の数字が書かれた15枚のカードを手札として持ち、それとは別に10からマイナス5の点数が書かれた15枚の得点カードをシャッフルした後に山札として裏向きに場に置いた状態からスタートする。 まず山札から得点カードを1枚をオープンし、プレイヤーは手札から任意のカードを1枚選んで伏せて場に出す。全員が出したら同時にオープンして場に出たカードを比べて得点カードを獲得するプレイヤーを決める。場の得点カードの数字がプラスの場合は最も数字が大きいカードを出したプレイヤー。 マイナスの場合は最も数字が小さいカードを出した、プレイヤーが得点カードを獲得することになる。ただし、複数のプレイヤーが同じ数字を出した場合は、その数字は無効とされ、時点のプレイヤーが獲得する。また、全員のカードが無効の場合は、得点カードは誰も得られずに持ち越され、次のラウンドで誰かがそのラウンドの得点カードと共に獲得することになる。 誰が獲得するかは持ち越された得点カードとそのラウンドの得点カードの合計得点がプラスかマイナスかで決まる。使った手札は捨てられ、再利用は不可。15ラウンドを行い、合計得点が最も高いプレイヤーが勝ちとなる。ありがとうございます。